はい、今回紹介する機材はステータスの S2 クラシックというエレキベースです。こちらのベースは、3バンド EQ、バランサー、ボリューム、こちらがミッドレンジの、切り替えスイッチで、2ピックアップですね。そしてヘッドレスベースとなっていますので、ヘッドがなく、こちらでチューニングします。音色をちょっといろいろいじっていきます。まずこちらがバランサーとなっています。こちらフロントですね。そしてリアですね。そしてセンターです。ボリュームですね。そしてこちらからトレブルになります。トレブル上げてみます。そしてこちらミドルですね。そしてベースです。そしてこちらがミッドレンジの切り替えスイッチです。このようにかなり音色の幅が広く、プリアンプでも音を作り込めることができるので、いろんなジャンルにも対応できるいいベースだと思います。以上、アンリミテッドでした。ありがとうございました。